大野原町役場大野原町は、香川県三豊郡に属していた町、旧豊田郡2005年10月11日に、旧、観音寺市、豊浜町との対等合併により観音寺市となり、消滅した。香川県の西南部に位置し、佐野木山脈を隔てて、愛媛県、徳島県と接している、母外川の戦場地と三角州地帯であり、 南東から北西にかけて緩やかに傾斜している。農業が盛んである。特にレタスは多く生産されている。2003年の統計によると、香川県において、その面積、収穫量の約4割は大野原町である。また、ラリルレ、レタスとして関西などの消費地へ出荷されている。その関係で大野原町を管轄する香川法南農業共同組合は、 県単一農協を目指した香川県農業、共同組合への交流を唯一拒絶し、独立を守っている。小学校、中学校、高等学校図書館、公民館等博物館体育施設かつては、国鉄バス、琴平山宮電鉄が、観音寺駅や豊浜駅から運行していたが1990年代までに、順次廃止され、合併後観音寺市、 フレアイバスが運行されるまでの数年間町内の一般公共交通がタクシーとロープウェイだけだった。高速道路、一般国道県道主要地歩道一般県道。ありがとうございます。